とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていきたいと思います。これですね。覆われた怒り。先日動画で紹介したやつなんだけども、黄金でリフレッシュ3。エンチャントが爆発痛み虚無ですね。とにかく強くって、通常で攻撃をしただけで、3000万ダメージが出ます。まあ、ドラを使ってね。で、痛みが発動すると、1億5400万。とんでもないよね。で、今日は、これに、無防を入れていきたいと思います。無防。このね、スパイダーアーマーが無防がついてるやつですね。やっぱりポーションバリアがないと、無防は、運用できないと思うので、これでいきます。無防ポーションバリアクールダウンですね。で、無防を入れた時の、痛みサイクルの強さお見せしましょう。ドラを使いますと、こんな感じですね。通常で5000万、さっきより、2000万ダメージが上がります。とんでもないよね。とんでもない破壊力にあります。で、多分これね、30% 攻撃力アップが入ると6000万とか一発でいくんじゃない？通常攻撃だけで。とんでもないよね。まあ、とりあえずこれでやっていきましょう。それではやっていきましょう。今回が、50% がスケルトンに変わってマルチショット持ってる。で、プレイヤーがリサイクルか。矢の心配はなさそうだね。リサイクルついてるなら。矢の心配はなさそうだけども、この無防、相当きついと思います。うん、まあ、矢は全然いけるんで、ガシガシ攻めていけるね。オッケー。いくぞ。おい、ちょっと待って。無防が切れてる時って、相当きついね。全然きついんだけど、これ。よっしゃ。うわー、マルチショットもすごいね。マルチショットえぐいね。やば。おっぷねー。死ぬとこだった。とりあえず、まずは、脅威からですね。オッケー。いいよ。これ、本当にね、気をつけていかないと、即死しますね。とにかくポーションバリア。まずはポーションバリア。うん、ポーションバリアがないと、HP がもともと減ってるんで、厳しい。いやー、やっぱ、あれだね。ポーションバリアは、絶対に必要なエンチャント。うん、この無防を使うなら。このセットは絶対いるわ。なかったらもう全然死んでるもん。今頃。なので、このね、バグでさ、ポーションバリアのタイムが見えなくなったら、やばい。うん。あ、で、これ、あれだな。リサイクルで矢がやたらめったら出るから、攻撃ボタンも連打を押してた方がいいかもしんない。連射機で。途中で攻撃が止まったりする。矢を間違えて取って。それ、ちょっと厳しいな。OK。まあ、とりあえず、攻撃ボタンを連打にして、で、そして、あ、ダメだ、連打にしたら旗が取れなくなるんだ。そうか。な、ちょっと俺が気をつけるっきゃないね。うん、まあ、とにかく、ポーションバリアを切らさないように、やっていきましょう。そうすると、まあまあまあ、いけるでしょう。とにかく、ポーションバリアよ。ここ、キャプテンが、多めに居やすい場所なので、キャプテンを全部とりあえず倒しながら行きましょう。まずはここにいるでしょ。うん、まあまあ一体はもうすでに倒してるけども、ここにはいるはず。いないんかい。探します。いた。やばい。ちょっと待って、動きが止められちゃった。やばいやばいやばい。これ死ぬ死ぬ。これ死ぬ。あぶねー、あぶねえ。死ぬとこやった。いや、でもすでにピンチだけどね。よっしゃ、あぶねえ。あぶねえ。
このギリギリ感がたまらないね。やばい、トゲがいる。よし、オッケー。あ、こっちか。あ、いたいたいた。あ、よかった。いないかと思った。よし、オッケー。あ、止まるなって。あぶねえ。止まったら終わるからね。よし、オッケー。いい感じで、ここで神秘が来ましたね。なんでしょうか。モブ HP110%。 厳しい。これボス倒せるかな。ボスが倒せなくなる可能性があるぞ。そろそろキャプテンがもう一体ぐらいいそうなんだけどね。やばい、こいつはちょっとやばいぞ。やべえ、追い詰められた。あぶねえ。ここ戦いに行く。よし、どうだ。あ、いるっぽいな、これ。やぶねえ、あぶねえ。死ぬ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 。ちょっと待て待て待て。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。 いるいるいる。あぶねえ。じゃあで、神秘なんだ。略奪者に変わるですね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。キャプテンはいませんでした。このままボス行きます。 110% アップのボスか。まあ、とにかく、いや厳しいな。ポーションバリアの維持が難しいでしょこいつは。まあまあ、できるだけやるだけやりましょう。 OK、やれるだけやってみよう。まずは雑魚優先から。よし、減らないね。ミスったミスった。ちょっと待って、これ痛みサイクルでダメージがガチ上がりして、こんぐらいしかダメージないかで、毒の徐々にダメージでもうそこまで減らせないな。やばい、あぶねえ。この遠距離攻撃にはマジ、嘘嘘今のはダメなの？判定内だった？よし、ちょっと待って。とりあえず弱点が OK、 来た。この時によし、 OK、 入れば。いや、そうでもないぞ。であれだね、やばいやばいやばい、あーやばいやばい、あー毒で死んだー。はい、ということで戻ってきました。やられてしまいましたね。無謀と、痛みサイクルの怒り合わせたところ、道中はいい。ボスまでの道は結構行きやすかった。敵の HP が 110% アップしたにしても、全然倒していけるんで強かったんですけども、ボスとの戦いが厳しい。ポーションバリアを使わないと、どうしてもね、ワンパンでやられるのよ。なので、ボス戦にはあんまり向いてないかな。まあ、すごいリスクが伴いますね。雑魚戦は全然いける。全然いける。うん。なんで、これね、ウィザーアーマーとか、フルメタル、あのあたりだったらだいぶ使いやすいと思います。このスパイダーアーマーは、防御力の補正がないので、35% 軽減がついてるやつと使えば、結構使いやすくなると思いますけども。まあまあ、なかなか難しい組み合わせだと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。